野原あゆみの睡眠導入用雑学。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。今日はどんな一日でしたか？一緒に雑学でゆっくり過ごしましょう。それでは始めます。北宋 M の語源は、北宋という男の名前から取ったものである。物事がうまくいった時などに、密かに笑うことを北宋 M と言いますよね。この北宋とは、古代中国にいた北宋という一人の男の名前から来ています。北宋とは、故事、人間万事、塞翁が馬の塞翁のことで、万事控えめがいいと説いた人物で、喜びも憂いも常に控えめで、少し笑ったと言われているそうです。そこから密かに笑うことを北宋 M と言い、これが転じて北宋 M となったと言われているのです。ウミガメと他のカメの進化の違い。世界最古の亀の化石は、2億2000年前の地層から発見されており、今のウミガメや一般的な亀のように、背中側に甲羅を持たず、お腹側に甲羅のついた生物でした。この当時の亀は、陸に生息していたと考えられています。このことから、ウミガメの祖先となるカメも、もともとは陸で生活し、徐々に生息域を海に移していったということが推測できます。ちなみに、世界最古のウミガメは、1億1000万年前の地層から発見されています。その中でも陸上での暮らしを選んだカメは、硬い甲羅の中に頭と手足を引っ込めて、外敵から身を守る術を得たのです。一方のウミガメ、甲羅の中に頭部と四肢を引っ込めることができないのです。その代わり、水中での生活を選んだ種として、より早く泳ぐことを身につけたのでした。四足は平たく、ヒレのような形に進化し、外敵から逃げる際には、時速20キロという速さで泳ぐことができるそうです。車のジープの語源。車のジープ、元はアメリカが第二次世界大戦で使用した軍用の四輪駆動車のことでした。この四輪駆動車に付けられたニックネームがジープ。ジープの語源についてはいろいろな説がありますが、最も有力なのはポパイという漫画に出てくる超能力犬
ユージン・ザ・ジープから名付けられたというものです。つまり、ポパイに登場する犬の名前が語源というわけです。ジープって、あのデザインがかっこいいですよね。たまに車屋さんに見に行きますよ。ロサンゼルスの本当の地名は、舌を噛むほど長い。カリフォルニア州にある大都市ロサンゼルスは LA と略されて呼ばれることもありますが、実はとてつもなく長い正式名称があるのです。1700年後半、メキシコから移住してきた民族により作られた町が現在のロサンゼルスです。メキシコ人が移住して最初に作った町がオルペラ街で、この周辺の地名としてエル・プエプロ・デ・ヌエストラ・セニョーラ・ラ・レイナ・デ・ロス・アンヘルス・デ・ポルシウンクラと名付けられたのです。ずっと唱えていたら眠くなりそうですね。日本語に訳しますと、ポルシウンキュラ川の天使たちの女王の町となるそうです。この地名が時とともに徐々に略されていきます。そしてロサンゼルスになったのでした。びっくりするくらい縮まりましたね。ちなみにロサンゼルスとはスペイン語で天使たちを意味します。ロスは英語の座にあたり冠詞になるのです。私も昔仕事でよく言っていました。ディズニーランドのアトラクションは日本のものに比べるとなかなかハードでスリリングでしたね。無線機能、ブルートゥースが青い歯と名付けられたわけ。ブルートゥースという機能、聞いたことはありますでしょうか。無線でスマートフォンで撮った写真や音楽のデータなどを通信できる機能です。Bluetooth と日本語に訳すと、青い歯となりますよね。この名前の由来は、北欧のデンマークとノルウェーを無血統一した王様の名前だそうです。10世紀の北欧の王様、ハーラル王の遺名が、青葉王だったそうです。ハーラル王には神経が死んで青くなった歯があったそうで、その見た目から青葉王と呼ばれたそうです。ブルートゥースは北欧の会社が開発した無線機能なので、ハーラル王のようにいくつもある無線技術を統一したいということで、ブルートゥースと名付けたそうです。
納豆に生卵は食べ合わせが悪いと言われますが、これは大げさな情報である。納豆には美肌効果やアンチエイジング効果があると言われていますよね。ビオチンというビタミンが含まれています。また、生卵の卵白にはアビジンというタンパク質が含まれています。アビジンはビオチンと結合することで、ビオチンの吸収を妨げる効果があります。このため、納豆と卵は一緒に食べない方がいいと言われるそうです。しかし、ビオチンは納豆に限らず多くの食品に含まれているそうで、通常の食事をとっていれば不足することはないそうです。また、ビオチンは水溶性ビタミンなので、必要以上に摂取した場合は吸収されずに排泄されてしまうので、多く取れば取るほど効果がアップするわけでもないそうです。納豆にはごまを入れるタイプです。雑草の本当の強さ。植物は動くことができませんよね。変えられないものは受け入れる。この植物の基本的な生き方。しかし、変えられるものを変えるというのも、植物の基本的な生き方なんだそうです。どういうことかというと、実は植物は自分の体や成長の仕方はいかようにも変えることができるそうです。例えば、ヒメムカシオモギは、道端や空き地、畑などあらゆる場所によく見られるキク科の雑草で、秋に芽生える越年性の雑草です。本来ならば冬の間に葉を広げて栄養分を蓄えると、春から夏にかけて茎を伸ばして花を咲かせるのですが、環境の変化が激しい場所では、ゆっくりと成長して花を咲かせている余裕はありません。そこで、春から夏にかけて発芽し、数週間の間に成長し花を咲かせてしまう。このように、臨機応変にその暮らしぶりさえも変えてしまうのです。雑草ってすごいですね。老けて見える人の特徴。老けて見える人の特徴は、どのようなものがあるのでしょうか。若く見える人や子供は、鼻と口が顔の真ん中にあるのですが、それが成長するに従って垂れてくるようになるそうです。その結果、眉毛から目の距離、鼻から唇の距離も長くなっていき、
老けて見えるようになるのです。若く見える方法として、髪型を工夫すれば若く見えるようになるそうです。例えば、前髪を下ろすと幼く見えるので、若く見えるようになるというわけです。また、年齢とともに髪の毛が細くなり、頭頂部がペタッとなるので、トップとサイドのボリュームを作り、ひし形のシルエットを作ることで若返って見えるようにするのです。ひし形にすることで、目と眉毛の間、鼻と口の間が小さく見える効果があるそうですよ。サイドを作りすぎてもなんだかアンバランスなので、鏡を見ながら調整するのが一番ですね。ルパン三世の素顔は誰にも知られていない。実はルパン三世の素顔は誰にも知られておらず、普段見せている顔は実は変装している姿なんだそうです。ルパン三世は大怪盗アルセーヌ・ルパンの孫であり、ルパン三世は祖父のアルセーヌ・ルパンを尊敬しているという設定があります。そして、ルパン家には泥棒としての指南書が存在していて、ルパン三世はアルセーヌ・ルパンの指南に従って、決して誰にも素顔を明かさないようにしているのです。そのため、ルパン三世の素顔は、仲間の次元大介や石川五右衛門にすら知られていないそうです。しかし、2018年になって、藤子にだけは明かされたのです。2018年に放送されたルパン三世パート5の最終回において、ルパン三世は藤子に、私はあなたの何？と問われました。そこでルパン三世は藤子のことだけは信頼している証として、変装しているマスクを取り素顔を見せたのです。放送上ではマスクを外した素顔は黒塗りとなっていたため、ルパン三世の素顔を知っているのは世界で一人、藤子ちゃんだけなのです。浅草の雷門は、昔は凱旋門だった？凱旋門といえば、パリに建てた凱旋門ですよね。これはかつてナポレオンがロシアとの戦いに勝利したとき、記念として建てられたものです。それに倣って、1905年、日露戦争の勝利を記念し、浅草に凱旋門を建てたそうです。それだけではなく、当時、戦争に強い国を目指していた日本は、浅草だけではなく、日本中に凱旋門を建設しました。
日本中に建てられた凱旋門ですが、今ではほとんど現存していないそうです。ゴルフコースのアウトホールは行ってきます。インホールはただいま。ゴルフは通常全18ホールを前半アウトコースの9ホール、後半にインコースの9ホールを回ります。ゴルフのご経験者であればご存知だとは思いますが、ゴルフ経験のない方であったり、ゴルフの初心者は、なぜインコースから回らないの?と疑問に思うかもしれません。それは、ゴルフ場はその形状からスタートの1ホール目とゴールの18ホール目が近い位置にあるよう設計されています。1ホールから順番にプレーして、最終の18ホールで戻ってくるわけです。そして、この1ホールと18ホールのすぐ近くには、クラブハウスと呼ばれる受付や、レストランなどの入った施設があります。このクラブハウスを起点として、ホールに対して出かけるを意味する英語のゴーイングアウト、そして帰ってくることを意味するカミングインが語源となっているというわけです。カバが流す血のように赤い汗は保湿クリームだった。カバはアフリカのサハラ砂漠以南の湖や川、沼に生息しています。陸地に上がると赤い汗のような液体を分泌します。そもそもカバの皮膚には体毛がなく、汗腺を持たないため、人間のようには汗をかきません。それでは、カバから分泌される赤い液体は何なのでしょうか。これは、ヒポスドール酸と呼ばれる赤い色素を持つ粘液です。この粘液によって、体毛のないカバの体の表面を紫外線や乾燥から守っているのです。また、ヒポスドール酸には殺菌作用もあり、汚れた水の中に潜む細菌の感染から防ぐ効果もあるようです。ドナーの提供年齢は、臓器によって異なっている。日本移植学会の公表したドナー適用基準によると、心臓が60歳未満、肺が55歳未満、肝臓、腎臓、膵臓が70歳未満となっています。また、心臓の場合には、さらに移植を受ける人との体重差がマイナス 20% からプラス 30% 以内で、男性45歳以上、
女性50歳以上の場合には、冠状動脈が硬化していないことが条件というように、ドナーとして提供できる年齢は臓器によって異なっているそうです。鎌倉の大仏は、もともと立像として建立が始まった。全国的に有名な鎌倉の大仏は、座像なので座ったままの高さしかわかりませんが、高さは 11.47 メートルです。鎌倉幕府編纂の吾妻鏡に近藤八条の大仏中蔵をはじむと記されています。これは立像としての高さで、一条は約3メートルなので、八条ということはだいたい24メートルにもなるのです。鎌倉の大仏は、実はもともと立像として建立が始まりました。しかし、当初立像であった大仏が、なぜ座像になってしまったのかは、その理由はよくわかっていないそうです。皆さんはどうしてだと思いますか？おせんべいのサラダ味は何の味？焼きせんべいやおかき、おいしいですよね。ずいぶん前から気になっていたのがサラダ味の味。野菜がたっぷり入ったサラダとも味が異なるように感じます。実はこのサラダとはサラダ油のことです。一般的な作り方は、うるち米やもち米など主原料にした生地を焼き上げたものにサラダ油を吹きかけ、その上に塩を振って味付けをしているそうです。このサラダ味が登場したのは、サラダ油がまだ高かった1960年代の初めのこと。日本が高度成長期に入り、欧米の文化が浸透してきたのに合わせて、純日本風の塩味に対して洋風の味として生まれたそうです。これまでの醤油せんべいに比べて、高級、ハイカラ、このようなイメージを打ち出すという狙いもあったそうです。サラダ油と塩の味だったとは、せんべい好きとしては驚きでした。旦那日和は、大変都合の良い天気である。旦那日和という天気があるのをご存知でしょうか。これは、夜の間だけ雨が降り、昼間は晴れるという大変都合の良い天気のことです。夜はざーっと雨が降ったものの、一夜明ければ雨が上がっており、外仕事や外出などができる、まさに理想の天気ですね。これを
旦那さんとかけたのでしょうか。ちょっと笑えます。ポテトチップスが誕生したきっかけ。今では誰もが一度は口にしたことがあるお菓子といえば、ポテトチップスではないでしょうか。そのポテトチップスがどうやって誕生したかご存知ですか？ポテトチップスは1853年にアメリカのムーンレイクロッジというレストランで誕生したそうです。もともとメニューには存在していませんでしたが、シェフのジョージ・クラム氏によって考案されました。きっかけはなんとお客さんのわがままだったそうです。あるお客さんは、フライドポテトが熱すぎると何度もクラム氏にクレームをつけたそうです。あまりに作り直しをさせられたため、頭にきたクラム氏は嫌がらせにポテトをこれでもかと薄切りにしてあげました。それをお客さんに食べさせたところ、これが意外と好評で、正式なメニューとして追加されることになりました。当時はお菓子ではなく、料理の添え物として提供されていたそうです。こうしてポテトチップスが誕生したわけですが、嫌がらせで誕生してしまったというのはちょっと意外でしたね。ちなみに皆さんはポテトチップスならば何の味が好きですか？私は塩かコンソメパンチかサワークリームオニオン迷いますね。一度にたくさん水を飲むだけで、カロリー消費量が約 30% アップする？ドイツの学会で、一度にたくさんの水を飲むだけで、カロリー消費量が約 30% もアップすると発表されたそうです。一度に250ml程度の水を飲むことで、二つの効果があるんだそうです。一つは、水を飲むことで体温が下がり、体温を維持しようとエネルギーを消費しようとするそうです。もう一つは、水を飲むことで、血液が薄まり、血圧を戻そうとアドレナリンが分泌され、交感神経が活性化し、体が興奮状態になるのだそうです。その結果、運動している時のようなカロリーが消費されやすい状態になるんだそうですよ。これだけでカロリー消費が上がるというお話です。ちょっと気になるのでやってみたくなりました。皆さんの体調などにもよると思うので、すべての方に合うわけではないかもしれませんが、やりたい方は試してみるのもいいかもしれませんね。
イタチごっこの語源。同じことの繰り返しで、らちが開かない様子を表したイタチごっこ。実は、イタチごっこの語源は、江戸時代に流行った遊びだったのです。当時の遊びは、イタチごっこ、ネズミごっこ、イタチごっこ、ネズミごっこと唱えて、交互に相手の甲をつねるだけの子供の遊びだったようです。両者がずっと同じことを繰り返しているこの様子から、らちが開かないことをイタチごっこと呼ぶようになったのです。甲をつねるだけの遊びなんて、なんか可愛らしいですね。しょんべん小僧ならぬ、しょんべん少女の像もある。しょんべん小僧に対抗して、しょんべん少女があるのはご存知でしょうか。ベルギーのブリュッセル、大広場のグランプラスを挟み、しょんべん小僧の反対側にあるそうです。しょんべん少女の像の歴史は浅く、1985年に制作され、その理由も通行人を楽しませるためというものです。ただし、この像に投げ込まれた小銭や、販売グッズの代金は、がんの研究やがん患者に寄付されるなど、世のために役立っているようです。18世紀、アイスクリームは超高級品だった。アイスクリームの起源は、イギリスが発祥の地であるというのが定説になっているようです。1686年の王室まかない型水筒簿に、ハウンスロー・ヒースで野営中のジェームズ2世と士官たちに、一人前1ポンドのアイスクリームを供されたと書いてあります。18世紀には、ロンドンの繁華街に、すでに何軒かのアイスクリームパーラーが存在していました。当時アイスクリームは、上流階級の間で人気があったため、値段が高く、一般庶民の口にはなかなか入らなかったようですね。皆さんはどんなアイスが好きですか？私は市販のですとクッキー&クリームが結構好きですね。皆さんのおすすめのアイスがあったら教えてください。食べてみます。梨をおいしく食べる方法。梨をおいしく食べる方法をご紹介します。梨っておいしいですよね。ぜひ参考にしてみてください。まず、梨の選び方です。表面がツルツルした梨を選びましょう。
表面のザラザラは水分の蒸発や害虫、病気から守るコルクの栓のようなものなんだそうです。したがって、実は熟すに従いツルツルになるそうです。次は梨の色。食べ頃の梨の色は黄緑ではなく赤褐色をしています。香水や香水などの赤梨は褐色に近いほど熟している証なのです。そして最後は梨の保存方法。梨を出荷するときは、ヘタを下側、逆さまにして発送しています。そのため、梨は水分よりも糖分の方が重いため、甘みが舌に隔たっている状態となるのです。そこで、逆さまにすることで、糖分がまんべんなく行き渡り、美味しく食べられるそうです。ぜひ、梨が旬を迎えたら、美味しく食べる方法、やってみてはいかがですか？じゃがりこのりこは、りかこさん。一度は食べたことがあろうじゃがりこ。この名前の由来は知っていますか？じゃがりこはじゃがとりこに分けることができるのです。じゃがの部分は原材料であるじゃがいもです。りこは実はじゃがりこの試作品を開発者の友人のりかこさんがおいしそうに食べる姿を見て、じゃがいもとこのりかこさんを組み合わせ、じゃがりこと名付けたんだそうです。もし友人が花子さんだったら、じゃが花。あゆみさんだったら、じゃがあゆになってたのかもしれませんね。ちなみに、じゃがりこを開発したカルビー社の社名の由来は、創設当時は戦争による影響で深刻な食糧難でした。そこで、人々の健康に役立つ食品を提供したいという思いを込め、カルシウム、ビタミン B1 から、カルシウムのカル、ビタミン B1 の B、合わせてカルビーという社名にしたそうです。そんな思いも込められていたんですね。すき焼きは、しらたきの位置に要注意？すき焼きに限ったことではありませんが、鍋物をするときに、しらたきのそばで肉を煮込むと、硬くなるという通説があります。本当にそうなのでしょうか？これには、白滝に含まれる凝固剤が関係しています。そもそも、こんにゃくを作る際に、凝固剤として、水酸化カルシウムを使うのですが、このアルカリ性の成分が、肉のタンパク質に接することで、肉を硬くしてしまうと考えられています。
そのため、肉は白滝の対面方向に置くか、野菜や豆腐などで肉を囲むようにして煮込むことが良いとされていました。しかし、日本こんにゃく協会から次のような試験結果が公表されます。当協会では、2017年に食品分析機関に比較試験を委託。肉の硬さは白滝の有無では差異がなく、加熱時間や肉質、霜降りの有無、こちらの影響が大きいことを確認し、白滝が肉を硬くする原因ではないことを公表しました。つまり、白滝が肉を硬くするという通説は誤解だったようです。私も小さな頃からおばあちゃんのお料理のお手伝いをしているときに、白滝のそばには肉を置かないようにと言われてきました。ちょっとびっくりな結果でしたね。祖母にも伝えてみたいと思いました。ドライアイスは家庭用冷蔵庫では保存できない。ドライアイスは二酸化炭素をマイナス78.5度まで冷やし凍らせたものです。ドライアイスを家庭用の冷凍庫で保存したいと考えるかもしれませんが、家庭用冷蔵庫はマイナス18度程度なので、時間とともに二酸化炭素に戻ってしまい保存できません。ただし、新聞紙やタオルで包むなどの方法では長持ちさせることは可能です。プラズマはプラスチックと語源が同じである。プラズマとはイオン化した気体のことで、固体、液体、気体と並び、物質の第四の状態と呼ばれることもあります。プラズマはギリシャ語に由来し、成形されたものという意味があり、プラスチックと語源が同じです。入れ物の形に従って形を変えることができる物質という意味で、1928年にアメリカの物理化学のラングミュア博士によって命名されたという話です。交通違反の罰金は、信号機や道路標識のために使われる。駐車違反やスピード違反などの交通違反をして、この払った罰金は、交通安全対策特別交付金として自治体に分配され、交通安全のための施設整備に使われるそうです。具体的には、信号機、道路標識、歩道橋、自転車道、中央分離帯、
交通安全教室の施設などが対象となるそうです。医者が白衣を着る理由。医者はその象徴ともいえる白衣を着ていますが、実は昔の医者は白衣を着ておらず、逆に黒衣を着ていました。この黒衣はフロックコートと呼ばれる服で、当時の男性の礼服として着られていたものだったそうです。医者が診療を行う現場は、礼節を重んじる場所であったことから、礼服たるフロックコート、黒衣を着てから、診療、手術に臨んでいたのです。現代では、白衣を着るのが当たり前なので、黒衣の医者なんて、ちょっと想像がつきませんね。お医者さんが白衣を着るようになったのは、19世紀半ば以降になってからのことで、その時代には科学が目覚ましい発展を遂げたことにより、医学の分野も飛躍的に発展していきました。科学の進歩で、病気の原因と治療法が発見されるようになると、医学のさまざまな研究が行われるようになり、医者も科学者であると考えられるようになりました。当時はすでに科学者は白衣を着ていたことから、医者も科学者として、白衣の袖を通すようになったのです。また、医学が科学的根拠に基づくものであるということをアピールするため、イメージチェンジ、イメチェンの意味もあったそうですよ。今夜の雑学はここまでです。まだ眠れていない方、焦らずにゆっくり行きましょう。他にもたくさん朗読の動画を上げています。再生リストからお好きなものをお選びくださいね。それでは最後に、眠りやすくするためのコツについてお伝えしていきます。今夜は寝る前にやると効果的なストレッチをご紹介しましょう。ゆったりとしたストレッチは心拍数が上がるわけではないので無理のない範囲で行えます。むしろ血圧や心拍数を下げ、副交感神経の働きを活発化してくれます。副交感神経が優位に働くと、心身ともにリラックスした状態に導いてくれるそうです。今日は、3つほどご紹介しますね。まずは首のストレッチです。よかったら一緒にやってみませんか？頭を横に傾けて、傾けた方の手を頭に乗せます。反対の手は肩に置きます。首の筋肉が引っ張り合うように肩を軽く押さえましょう。
ここで頭を強く引っ張りすぎるとちょっと痛いなぁと感じる方は、無理せず痛気持ちいいなぁくらいで抑えましょう。余裕がある方は前や斜めなど様々な角度に頭を傾けて首の筋肉を伸ばします。反対側も同様に気持ちいいなと思うくらいに筋肉を伸ばしましょう。続いてちょっとステップアップです。お腹を伸ばすストレッチです。ぜひお布団の上でやってみてくださいね。うつ伏せの姿勢から両手を腰のあたりにつきます。そして上半身を反るように起こします。この時に下半身で地面を押さえるように足の甲まで意識してください。ここであまり無理に体を反らしすぎると腰を痛める原因となってしまうので、これも気持ちいいなくらいで止めておきましょうね。視線はまっすぐ遠くを捉え、肩は上げずになるべく下に落とします。胸を張りお腹を伸ばすようにし、そこで10回ほど深く呼吸をしましょう。最後に背中のストレッチです。お布団の上で四つん這いになり、両手を肩の真下につきます。肩甲骨で床を押すようなイメージで床を押しましょう。手で頑張って床を押すのではなく、肩甲骨からです。頭のてっぺんから恥骨までが円を描くようなイメージで背中を猫のように丸め、丸め切ったら3秒止めます。1、2、3、元の体勢に戻しましょう。こちらを10回ほど繰り返します。呼吸を止めずに行うことが、それぞれのストレッチで大切になっていきます。ゆっくりとした呼吸で行ってくださいね。以上が今夜ご紹介する3つのストレッチでした。整体師さんに聞くと、日頃の積み重ねが今の体の状態を作っていると言います。少しでもいいのでストレッチをし続けることが良い体を作る秘訣なんだそうですよ。よろしければストレッチお試しくださいね。引き続き、皆さんの夜が素敵なものでありますように。そして、素敵な明日が来ますように。約1時間お付き合いいただき、ありがとうございました。次回の動画でお会いできますことを、心より楽しみにしています。
それでは、おやすみなさい。